チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。内藤陽介の世界を読む、本日もよろしくお願いします。パラサイト家族、パラサイト番組、はい、もうパラサイト2度目で何回引っ張るんだというふうに言われそうですけど、まあ、とりあえず2回で終わらせたらよかった。前回は韓国の住宅事情というか、まあ、貧困住宅事情、貧困住宅多分普通の人の住宅はまた違う話になってくると思うんですけど、そうですね、うん、でパラサイトについては、一応ですね、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけれども、この一応監督ポン・ジュノ監督自身が何を言いたいかということをプログラムに書いてあるので、ちょっとまあそれを読んでみますけれども、結局要はこの社会で絶え間なく続いている二極化と不平等を表現する一つの方法を悲しいコメディとして描くことだと思いますと、うん、私は資本主義や支配的な時代に来ていて、単に選択肢はありませんと、韓国だけではなく世界中が資本主義を無視できない状況に直面しているのです、うん、現実にはこの映画に登場する失業中の4人とパク一家のような家族の人生が交わることは滅多にありません。しかし唯一あるとすればずっとあって、で2つの階級がお互いの息を感じられるほどに近づく瞬間があります。相反する階級の家族はお互いに悪意がないにもかかわらず、本当に些細な誤りによって亀裂や爆発が起こりうる状況に陥っているのですと。今日の資本主義社会には目に見えない階級やカーストがあります。私たちはそれを隠し過去の異物と表面的にはバカにしていますが、現実には超えられない階級の一線が存在します。本作はますます二極化の進む今日の社会の中で、2つの階級がぶつかり合う時に生じる避けられない亀裂を描いているのですというふうなことを言っていて、だからまあこれが割と最近のそのまあ何て言うんですかね、アカデミーだったりカンヌなんかで例えば万引き家族がもてはされたり、そのなんていうのか、隠さネタというか、うん、資本主義の矛盾ネタというふうなのをその流れでこの映画を捉えるという、うん、あれハリウッドの映画ジョーカーもそんな感じですね。まあ、ジョーカーもそういう面がありますよね、うん、だからそういったそのトレンドに乗ったというところで、まあ、論評されることは多くって、うんうん、でもちろん監督本人がそう言ってるんで、そのことを否定しようということではないんだけれども、うんうん、ただそれだけなのかということなんですね。でつまり韓国の映画っていうのは本音と建前というか裏テーマというか、結構韓国映画 のいい作品っていうのは丁寧に描いていることで、表の話題とは全く別 の非常にその社会の矛盾だとかっていうことを結果的に描いている面ってすごくあるわけですよ。例えばこの映画じゃなくて、ちょっと前に日本でもリベラルの人が非常にもたらした1987っていう映画があって、要するに冤罪で捕まっちゃった学生運動 その大学生が警察に殺されて、それをそのまま隠そうとしたと、でそれ北朝鮮のスパイと間違えられて、その殺されちゃって、それを隠蔽しようとしたことを新聞記者が暴こうとして、それが民主化 その発端になったという流れなんですけどね。でもちろんそれは軍事政権とかその警察がその官僚組織 のなんていうか隠蔽体制がどうしたの、でやはり民主化が良かったんだみたいな民主化来賛映画というのが基本的な流れなんだけれども、実は映画を細かく見てみると、ほんの数秒までいかない、1秒か2秒だけなんだけども、出てくる重要なシーンがあったりするんですよ。でどういうことかっていうと、もともと北朝鮮のスパイ、あるいは工作員、あるいはそれと接触したということで大学生が警察に捕まって拷問で死んじゃうんだけど、じゃあその肝心の北朝鮮のスパイどうなったかって話ですよ、うんうん、そのスパイが結局群衆の中で全く処罰されないで消えていくんですよ、うん、最後にほんの一瞬に1秒か2秒顔を出してさっと消えていく、すごい。でところが国民は民主化が達成されて、万歳万歳、民主化が良かったという、あるいはその民主化活動の結果、途中でその亡くなった学生運動の活動家を悼むとかって方にばっかり行っちゃうんだけれども、実はそこでいや、その民主化は確かに素晴らしい、だけどそこで消えた北朝鮮のやつは一体どうなったのかっていうのが、実は裏メッセージとしてこんな一部入れるわけよ、うん、でそれが入るか から例えばリベラルって言われても、例えば日本の変なリベラルみたいにただ単に誰かを批判してればいい、うん、で逆にその野党側は何やってもそのこうダブスタでっていうんじゃなくって、もちろんその社会の空気だとかね、エンタメとして売れなきゃいけないから、あえて反社会気分と違うこと言うとかないんだけど、そういう部分も入れてるというところが、実は韓国映画の底力という面があるわけですよ、うん、だから韓国映画でよくこれは反日映画だとかっていうふうな人が大ものあるんだけども、あれも実は細かく見てみると、お前こんな反日やっててどうすんだっていう部分が実は結構あったりするんで、そういうのを探すのが資料としては面白い、うんうん、ただまあそれ映画の見方って間違ってるって言われるかもしれない。で例えばこのパラサイトについてもどういう見方で見ると、ちょっとまあこれは多分映画の見方としては邪道だとは思うんだけれども、
僕なりにちょっとこれあのいわゆる韓国を考えるテキストとして面白いなって、まあ、ちょっとあるいはこじつけになっちゃうかもしれないんだけど思ったのは、あの日本というものを、うん、ある程度その韓国人が日本あるいは日本的なものをどう見てるのかっていう一つのね、なんかあの材料になるかと思ったんですよ、うん、で実はポン・ジュノがこのパラサイトという映画で高台に住む IT 成功した IT 社長と、うん、それから半地下のその、うん、その坂の下の非常にその低層地域に住んでるまあ家族で結果的にこれ犯罪者という形になってきちゃうんだけれども、これの構造というのは実はこれあの見たこと、あの映画少し好きな人はすぐに連想すると思うんだけど、黒澤明の天国と地獄、うん、で実はポン・ジュノ自身があのインタビューで天国と地獄にそのインスパイアされたということを言ってるんです。で彼のインタビューをちょっと読んの中で見ると、うん、天国と地獄の構造よりシンプルで力強い、丘の上に金持ちがいて底辺には犯罪者がいるといった構造、うん、基本的にはパラサイトも同じですが、パラサイトの方がより多層的であります。物語は裕福なものと貧しいものについてなので、それを明確に意識して音響照明をデザインしていきましたと、うん、だからあのもちろんそのままね、あれは誘拐事件という形でなんだけれども、そのままとまた全くその構造は違うんだけれども、うん、一応その天国と地獄を意識したということは、うん、ポン・ジュノがこれを作ってる時にあの日本というものの存在というか、それを全く無意識、全く意識の存在に完全に外してたとはちょっと考えにくい、うん、やっぱり何らかの形で日本というものを意識してたというところがあるんじゃないかと、ね、出てきましたよね、うん、あのいろんな随所にも出てくるんだよね、うんうん、でただそれは小ネタとしてというよりもっとやっぱり本線のところで絡んでくるんじゃないかという気がしているんですよ。で例えばそもそもねこれパラサイトっていう設定自体がそう、うん、例えば天国と地獄っていうのは、うん、丘の上に住む靴会社の社長と、うん、それからあの犯人のその誘拐のその首謀者の犯人はその非常にその下の方のスラム街みたいに住んでる、うん、まあ、貧しい医師という医師の 医療助手というか、まあ、そういった立場の人じゃないですか。でところがその医療助手の貧しいところはこれ物語の本当後半までしか出てこなくて、で最後の層は本当の最後の最後になって、要するに金持ちを見てて自分が報われないその世の中に対する不平不満から金持ちを襲ったと誘拐したという直接構造を及んで金持ちを攻撃しろというある種分かりやすい、それがポン・ジュノ言うみたいにここでシンプルなわけですよ。でところがパラサイトの方はその世の中の矛盾とかなんとかする金持ちにパラサイトするという金持ち倒さないんだよね。ここのメンタリティが多分 そもそもここからしてとにかく強いやつに打倒するというよりも強いやつにへばりついてそれを吸い取っていく方がいい思いする方がいいじゃないかという、そういうことなんですよ。だから強いやつに対する革命するのはそれは強いやつが弱ってきてから革命するんだって、強い時にはたかればいいじゃないかという、そういう設定がやっぱりこれが、ある程度韓国人に受け入れられやすい物語の構造、だから例えば何が言ってるかっていうと、結局この物語では最初にそのまあ貧しい家族 の息子が友達の代役で金持ちの IT 社長のところに家庭教師で入り込ん でそこから妹を美術教師、全く知り合い妹としてじゃなくて知り合いの美術教師になって、で父親を運転手にして、お母さんを家政婦にして、で元いた運転手をいろいろクビにしたり家政婦を追い出したりみたいなことやって策略に乗ってやって、でこれが見事にはまってみんながその一家が半地下出身の一家がこう帰省していくんだけれども、これ非常になんでこの金持ちはこんなバカで騙されるんだと、あいつら金持ちなのにいい人じゃないかというふうなことを言うわけですよね。そうするとおそらく半地下 その家族の周辺にいる小金持ちっていうのは非常に陰謀な金貸しだったりそういうイメージだから金持ちイコール悪ということなんだけれども、この時に言ったその母親のこの母親というのは元その砲丸投げのメダリストという過去があるわけです、うん、で少なくとも最初から貧乏だったわけです、うん、でこの物語 その設定でその物語で何歳っていうのが分かんないんで、それぞれの俳優さんの実年齢でほぼ考えてみると、うん、この主人公の父親のソン・ガオという67年生まれですよ、はい、で奥さん役母親役 のチャン・ヘジンというのは1975年生まれなんですね、うん、だから87年に民主化があった頃にソン・ガオという人は20歳ですから、うん、でこの人は軍事政権時代の記憶はもう確実にある、うん、で民主化の時代を知ってる人、はい、でおそらく学生大学に入ってるあるいは大学の世代に入ったか、まあ、それとほぼ同世代だから、はい、そういったデモぐらいには行ってる人なわけですよ、はい、だから自分がその民主化以降の韓国の中での世代として生きてきたって自覚がある。でそれからもう一つ韓国社会を大きく変えた97年の IMF 危機の時は30歳です、うん、ある程度もう社会的な基盤も出来上がっていて
でもその後没落していくというのは金融危機があって、うん、でただある程度努力すれば成功するという体験を、うん、97年までで韓国は基本的にはその凸凹があっても経済成長を続けてきましたから、うん、努力すれば成功するという体験があった人である、うんうん、で奥さん役 のチャンヘジンは75年生まれだから民主化の時はまだ12歳ですよ、うん、でおそらく軍事政権の時代ってほとんどその社会の上興味はないし関心はないで97年の IMF の時に22歳ですから要するに社会に出ようと思ったらそれまでの右肩が崩壊した世代なんですよ、うん、だから逆に言うとあの右肩上がりの時代ってのはその、まあ、財閥の企業もサムソン以外にもそれなりにいっぱいあったからで頑張っていい学校入って、うん、そうすればある程度いい会社に入ってある程度安定した生活をって日本の高度成長と同じようなモデルがある程度はその続いた、うんうん、だからこの時代の奥さんお母さんというのはハンマー投げのメダリストってことはスポーツってのはその普通のビジネスの世界に比べてより努力したのが報われやすいという象徴なわけですよ、うん、そうですね貧富の差関係なくそうそうそう実力があればいいから、はい、それが割と努力だとかそういったものが報われやすい環境で育ってきてそれがいきなりそうではない実社会に放り出されたという世代だけど、うんうん、でまずこれちょっともう一回頭に置いていただきたいんですけれどもでその上でねで結局金持ちが陰謀な金持ちしか知らない小金持ちしか知らないでところが本当の金持ちはこんないい人たちすぐ騙されちゃう、うん、なんでなのかとで親父があの金持ちはいい人たちだよって言ったらその奥さんが何と言ったかと金持ちだからいい人なのよとで私だって大金持ちだったら優しくなれると、うん、お金は心のシワを伸ばすアイロンなのよというふうに言ったわけ、うんね、でこれ自体が非常に印象的なセリフなんだけれども、うん、そうするとさ本当の金持ちに対する視線ってどう見てるかって分かるでしょ、うん、要するに騙して規制しても気がつかないからいいよねと、うん、いい人たちだからと、うん、でそれを国単位で見ると、うん、結局韓国という国がなぜ日本にまああえてきつい言い方をするなぜたかるのか少なくとも我々からするとたかってるように感じるから行動を取るのかというとこれなんだよ、うん、日本は金持ちだから、うん、あの人たちいい人なんじゃん、うん、だからやすやすと騙されてくれると、うん、だからそれにたかって規制するのは別に悪いことじゃないよねっていう、うん、だからここで彼はそう言ってるわけじゃないんだけれども、うんうん、そういったそのある種の韓国のその姿勢といって価値観というか姿勢というか、うん、あの思考回路といったものが実はこの生活レベルでもこういうところから出てくるんだよね。なるほどね。で逆にじゃあそのたかられる側の規制されるパラサイトされる側のその IT 社長、うん、このパク社長はこの人のその使用人に対する評価基準って何かって分際なわけですよ、うん、だからクビにしちゃった家政婦についてもあの家政婦は分をわきまえているところが良かったとかね、うん、それから運転手として潜り込んだソン・ガンホに対してもいや限度を超えそうになるけれどもギリギリのところを超えない、うん、そこがいいって言ってるわけです、うん、でところが分際を超えてないからいいんだって言ってるけどもすでにこう浸透して分際が十分超えてるわけじゃない、うん、そこに全く気がつかないいい人っていうのは、うん、これも言ってみれば、うん、あのいわゆる日韓関係のある種の縮図というか、うん、要するに韓国側がそういう形である種の韓国人がそういう形で日本社会に浸透してきているというふうなことを、うん、いわゆるそれとまあパラレルな関係になってるわけですよね、うん、で逆に言うとそこで追い出されちゃった元家政婦っていうのがあの家政婦 の夫が実は借金を抱えてて逃れていてで金持ちの豪邸の地下にこう密かに住んでるという設定なわけですよ。でそうするとそれは密かに表に出てこない。でしかしその金持ちの家で家政婦だから非常に熟知してる。その関係は知らないということでその浸透度合いということで言えばある種例えば仮にその社長を日本というふうにするなら日本に浸透してる浸透の仕方ってのはこれまさに北朝鮮に非常によく似てるわけだとも言えるわけで、実際これはその地下室でその存在がバレた時にであるいはそのあの半地下の家族もこれはその本当は家族なのにその他人のふりやってるとかバレてそのバトルが展開された時にこれ一時的にその、まあ、あの元家政婦の側が優位に立った時に何やったかというと北朝鮮の真似するんだよね。あ、知りましたね。北朝鮮の真似して要するに北朝鮮 の首領様がこのそのミサイルをこのぶっ放してこの悪党をやっつけましたみたいなことを言ってるっていうのは、うん、要するに浸透の仕方とかそれ明らかにその北朝鮮と韓国と日本というこの三者の関係のメタファーというふうに見ても不思議はない、うん、こじつけかもしれないけど僕はそういうふうな印象を持ったわけ、うん。で例えばそういうそのなんていうのかなあの日韓関係に限らず韓国、まあ、韓国という国といったってそれは韓国人の個々の集団なわけだからやっぱりそういうある種の性質というものがあの
反映されるということでね、例えばその修羅場の中からで急にそのまああの一家が嵐で出かけてたんだけど帰ってきちゃうわけですよ。でそれでまたあのドタバタになるんだけれども、その修羅場を打開するのを、まあ、息子いろいろ計画を考えるんだけど、結局まあその計画なんかどうにもならなくなって脱出すると。でその大雨が降ってるんで、結局その半地下なんかはこう水浸しになっちゃって、で家にはいらなくて避難所に逃れると。その時にまあいろいろ計画があるんだみたいなこと言ったんだけども、父親はいや待て待て、俺は計画があるからというふうなこと言って、なんとかまあ無事にそのまあ避難所まで行った時に、息子が父親に孫元穂にあのお父さん計画って何ですかと聞く。でそこで明かしたのが、いや計画というのは無計画だと、計画があるから予定外のことが起こる、計画がなければ予定外のこともないというようなことを言って、息子が恐れ入りました、大したものですというふうな言い方を恐れ言っちゃうわけですよ。でこの無計画がいいというのは、これ言ってみればよく賢者な精神というか、まあ、大丈夫大丈夫って、はいはい、で割といい加減な、よく言えば融通が効いてある程度そのフレキシブルに動くという面もあるんだけれども、それが悪い方に行くと非常にいい加減なというところを言われる、そのまあ賢者なよという典型的なその賢者なよのところなんだけれども、これがだからこの賢者なよ、その計画がないからとにかく思いつくままにある程度行けるところまで行っちゃえと、でダメならその時なんとかなるだろうというふうに言っちゃったのが、実は今のムンジェイン政権の対日外交、そうでしょ、はっきり言って、なんかそんな感じ似てますね。でこれはあのこの番組の前にも言った通り、ムンジェイン自体は日本に対してかなり無茶苦茶なことを言ってもそれはなんとかなると思う、むしろ彼は国内の自分の政敵を倒すために日本を引きずり込んでるという面が強くってということを言うとすると、じゃあだから逆に言うと、日本がこれ怒ってるということ、それまでいい人だと思ってた日本が怒ってるということを理解できないという、実はその構図もこの映画の出てくる人物の精神構造から見るとそういうことなんですよ。なるほどね。だから僕が言うと、いや彼らは犯人じゃないかと言うんだけど、いやそうじゃない、思いつきで言ってるだけなんだ、っていうのはそういうことなの。あの以前の番組で、あのルル僕が説明してきたことで、彼らの精神構造、これ非常に現れてるわけですよ。だから例えばそれで、あの僕らからすると非常に理不尽な韓国人のその日本に対する怒り方というんで、例えば一つあるのは、要するに朝鮮半島が分断されたのは日本が、ね、日本が負けて分断されたのは日本のせいだと、ましてその朝鮮戦争が起こって、その朝鮮戦争で朝鮮人が争ってる、韓国と北朝鮮が争ってる、そのあの予測で日本が戦後特殊景気で復興したのはけしからんみたいなこと言うっていうのは、我々からするとなんかとんでもない話じゃない。いやそれはだって、あの分断したのは日本が負けた後アメリカとソ連が勝手にやったことであって、朝鮮戦争自体もお前たちがやったことで、たまたま近くにあったから補給基地になって日本儲かったけど、別にそのことで韓国をなんかしてるわけじゃないでしょっていう、我々の理解はそうなんだけども、でも彼らそういうこと言う人いるわけじゃない。でそのメンタリティと似てるのが、例えばそのさっきの大雨の翌日、避難所に行って家がもうべちょべちょになっちゃったと、うん、でそこにあの金持ちの社長から呼び出しがかかってきて、で運転手として行くわけですよ。で天気が晴れたから息子の誕生パーティーやると、ね、そうするとその時に息子の誕生パーティーやると言って行くんだけども、奥さんはなんて、その金持ちの奥さんが買い物に行く時に何て言ったかというと、いやこんだけ大雨が降って台風一過で綺麗な晴れになって PM2.5 も全部起こって、いやこれは素晴らしい大雨を様々だわみたいなこと言う、うん、別に奥さんは悪気ないし、悪気ないです、ね、そうなんだけど、それを結局その時にその運転手、俺がこんなに苦しんでる、俺の苦しみの上にこいつらの繁栄が成り立つのかって言って、イライラするという、その何とも言えないそのまあ盟友ならではの表情を見せるわけですが、実はこれもやっぱり言ってみれば、その朝鮮戦争のとどうとかっていうと、そのメンタリティは非常にその出てるところだけど、で実際その社長の家でその子供の誕生パーティーやると、庭にその子供がテントあって、でその上に周りにテーブル並べると、でその時に小ネタで、あのいやそのこのテントを李承信将軍が日本水軍を破った時の構図になぞらえて、そのテーブルの位置はその核翼の陣にしようかとか、なんかまあ小ネタで日本ディスみたいなことを入れるんだけれども、でもそこでテーブルを出してこいと言われた、でその家政婦として入ってるその奥さんがいて、そのこうまあ、その家の社長夫人だったかな、あのこうパントリーをこう開ける、こうガラガラガラってやると、そこにほんの1秒2秒なんだけど見えるのが日本語なんですよ。要はこれはその家のこういう構造 の、 そのパントリーの道具という、あのパントリー開けるドアの設備というのはこれ日本製なんだよね。だから日本をですね、要は何だとかって言ったって、結局日本に規制してとは言わない、でも日本との関係の中で日本のものを使って日本 の、 あの関係の中で生きていかざるを得ない。だからどんだけ日本をディスろうとも、実は日本って本当に断ち切れない、その言ってみれば
韓国社会の日本なしでは生活が成り立たない、それ抜きがたい矛盾、でもその上に立って日本をディスる。だからよくこれ昔の比喩で言うと親のすねをかじる革命家っていうじゃない。なるほど、うん、その構造っていうのが実はポッと出てくるわけですよ。でおそらくこれは意図的に出てるわけだから、例えば今のその民主化以降、特に現在のその反日といいますか日本を攻撃するようなことを言ってるんだけれども、そんなこと言ってるけどお前実は日本がなくなって本当にどうなのかという、でそういう意味でこのポンジュノという人は保守派というか、パク・クネの時代とイ・ミョンバクの時代には政権にとって好ましからざる映画監督ということで、そのブラックリスト入りとされたということで左派リベラルから持ち上げられてるけれども、実は彼はこういうところ、そういう小ネタを入れることで今のムン・ジェインの非常にヒステリックな日本叩き、これが本当にいいのかお前たちという、いやそんなバカなことしたって何になるんだという、実は非常にみっともないよねということをその1秒で言ってるわけです。なんか見方が全然違いますね本当にね。私も見ましたけど、その例えば高台に あるのはね、ハリウッドを意識して映画をね、エンタメがすごい上手な国だから、で監督も素晴らしかったし、だからハリウッドを意識して、なんかそういうのをこう分かりやすく表現したのかなとか、あと私 YouTube で在日、在日じゃなくて、ニューカマーですね、韓国から来たニューカマーの日本に住んでるね若い人たちがこう YouTube やってるのを見たりとかするんですけど、すごくそのこう平等に評価してて、彼らがその面白いのがやっぱりその北朝鮮のモノマネするんですよ。そう、ね、そういうのをやっぱり韓国国内でもモノマネしてるのかな、やっぱり自然にって。でただそれだけかな、 でも自然に日本をディスるっていうのもやっぱりそれは韓国のジレンマっていうか、でもそディスってるんだけど扉開けるとここに日本書いてある。だから結局ね、それがだからさっきの1987の時の、北朝鮮の工作員が人混みの中に消えていくってのと一緒で、それがあるから、単なるその凡脈の映画とは違うやっぱり深みがあるんだ、で、ね、ほとんどの人はそれスルーしちゃっていいのよ。で娯楽としては別にそれスルーしてもいいんだけど、そういうとこをきっちり描いてると。で最後結局そのいろいろあってソン・ガンホが社長を殺しちゃって、でその豪邸の地下に潜伏するわけです。でその地下にいることを気づいた息子が最後に手紙を出すんだよね。でいつの日かこの邸宅を購入して父親を解放する、でその時は父さん出てきてくださいと計画を立てましたと。で学歴や就職じゃなくてまずは金を稼ぐんだという、で自立をするんだという、自立を目指すというところで物語が終わるわけです。これすごくメッセージ性がすごいですね。でその後の歌がどうなってるかというと、この息子が結局 おそらく肉体労働をやって一応日々現金を地道に稼いでるというような歌詞なんだよね。多分 PM2.5 の中で非常にその厚みになって顔赤くなって多分日焼けということでしょう。で爪にその赤がビールを飲む、焼酎だったかな、ビールが飲むと赤がふやけてどうしたこうしたみたいなことを言ってて、要するに肉体労働やって仕事の後のビール焼酎のあれはうまいと、要するにまともに働いて現金を稼いで地道に自立するんだという形になってるわけじゃない。でそうするとね、結局国家として自立するということなんか、これ何かっていうとさ、要は同じことを言った人がいるんですよ。誰かパクチョンヒですよ。要するにパクチョンヒの軍事政権がいいとは言わない、それがいいとは言わない、だけど、はい、パクチョンヒがやりたかったことは何かというと、韓国という国はとにかく食えなくて貧しいから自立をするんだと、そのために国民は一生懸命働こうと、真面目に働いて自立をしてきちんとその真っ当な社会人と自然と生きていくんだという、それがで、しかもそのために彼は統制経済だけれども5カ年計画と、でここで計画という言葉が生きてくるんですよ。なるほど、深いわ。言ってみればこのポン・ジュノは1969年生まれ、でソン・ガンは67年生まれですよ。で60この人たちは何かっていうと、386世代っていうのが90年代にあって、これは386で頭から読むと分かりにくいんだけど、後ろから読むと60年代生まれで1980年代に民主化運動をやって、で1990年の時代で30代と、でこれが今そのスライドしてるから586になっちゃうんだけど、でその世代なんだよね。要するに彼らは民主化運動の最前線で戦って、要するに今の韓国の基本的な価値観というのは民主化が原点だから、それ以前は悪という形で言ってたんだけど、その世代を作った彼らが作った大韓民国は結局どうなったかというと、これだけ格差が出てしまった。だからその以前の捨て去ってしまったものの価値観の中でも、これは全部が全部否定できない、少なくともここで切り取った民主化以前が全部悪だということではなくて、組むべきものがあるんじゃないかと。だから例えばこの舞台の設定が何かと、
意図的にカンナム出してないんです。あ、今のね、あの、うん、おしゃれな街、おしゃれな、うん、でカンナムというのはオリンピック基本的に80年代以降開発された新興住宅です。つまり民主化以降のその金持ちが住むような、うん、80年代以前ってだって白菜畑しかないんだからねえ。でそれで時々そのビル建てようとすると百済の時代の遺跡が出てきたとか進まないね、進まないというオリンピックの時それで結構揉めたんだけれども、うん、あのそういったところが結局オリンピックの後開発が進んで、で今観覧スタイルみたいな形でおしゃれなあの金持ちが住む街になったけど、カフェとかね、そうだけどそこをあえて入れてないじゃん、うん、だから実はパクチョンヒの時代のハンガンの北側だけの物語が完結してるわけですよ、うん、実は深いわ。だから例えばそのさっき言った格差の問題というふうなこととは別に、あのやはりポン・ジュノが同じく言ってるんだけれども、この寄生虫というタイトルについてあのディレクターズ・ステートメントという方で言ってるのは何と言ってるかと、彼らは初めから寄生虫であったわけではありません、彼らは私たち隣人で友人でそして同僚だったにもかかわらず絶壁の端に教えられてしまったのですという、うん、だから言ってみれば大韓民国のそのこの民主化以降、特にその IM 以降の歴史というのが彼らを押し合ってきた歴史なんじゃないかと。だからもちろんその単純にパクチョンヒの時代に帰れということはないんだけれども、うん、しかしこの386というその民主化以降の韓国を作ってきた人間として、そのなんて自責の念というのは多分僕はこの根底にあるのかなという。ああ、なるほど。あのそういうふうにちょっと見たんですけど、まあちょっとあのこじつけが過ぎると言われるかもしれないんだけれども、まあ、そのノスタルジー的なね、うん、ところがね、こううまく反映されてるっていうか、それを知らないとそういう違う見方はもちろん私なんか娯楽として見るから、うんうんうん、だけどなんかそういうこうバックボーンじゃないけどもあると、あ、なんか韓国ちょっとごめんなさいね、あの誤解されるかもしれないけどちょっと愛おしくなっちゃったっていうか、うん、まあね、困ったちゃんなんだけど、困ったちゃんだけどね、うん、あのだからまあ結構ねその映画っていうのはどう見るかっていろいろあると思うんですけど、まあ、あのどうしてもその分析とか批評みたいな話なんでネタバレなので、あの、まあ、多分タイトルにネタバレ、あの厳重注意と出していただくにしても、うん、あの多分あの何でもそうなんだけど、社会を見る資料としてやっぱり映画、特にこういう優れた映画っていうのは、うん、あのいろいろなところが見えてくるかなということで、うん、ちょっと、まあ、僕なりにあの、はい、言ってます。まあ、あのいろんな、ね、感じ方ができるのが、まあ、いい映画なんで、まあ、これも一つの見方だという程度にいただければ。今ちょっとすごい、もう一回見ようかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。